みちるのお世話様、今日はですねまた裁縫といいますか、川田さんの施設ファイターズ資料館と言っていいんですか。はい、はい、それをですね新しくまたリニューアルをしたというので、ぜひ皆さんと、ご覧になっていただきたい皆さんに、はい、ということで今日は参りました。で、ガヤガヤと声も聞こえておりますが、うちの札幌西講演会のですね、川田さんが副会長、私が事務局長もしています、札幌西講演会のメンバーが、多数集まってまして、もうファイターズ資料館を出しに飲みまくっておりますね。ということで、まずちょっと資料館のリニューアルした部分をご案内していただいて、はい、でその後またみんなとちょっとワイワイと少しインタビューなどしたいので、はい、よろしいですか。はい、はい、では皆様ちょっと期待してください、はい、よろしくお願いします。ぜひご覧ください。はい、はい、ファイターズのここのお部屋は何という名前でした。ここはヒストリールームと言います。ヒストリールーム、はい、日ハムの13年間の歴史を、ほう、はい、なるほどね。12年でした、ね、ちょっとね正直言ってね圧巻ですよ。あのね、お付き合い、ね、長いですけども、はい、まあ、ファイターズが来てからのお付き合いですけども、はい、私もいろんな方たちと出会って、はい、いろんなものをこう公開したりね、はい、その結晶がここにもう固まってますが、それよりもあの本当に何か、あの実はですね、新庄さんのサイン入りバットを小島さんから送っていただいたりしたので、はいはい、それをどうやって飾ろうかと悩んでましたよね。はい、そうです、そうです。それがこちらですね、はい、そうです ね、はい、ね、これそれがとってもいい感じに飾ってますけど、はいはい、これってあの皆さんの協力、うん、そうですね、なんか志田さん制作とかもそう、はい、我々西講演会のですね、はい、メンバーに今回あのリニューアルにあたってですね、はい、お手伝いをお願いしましてですね、でそれぞれの役割でいろんなアイデアを出していただいて、うん、でとりあえずこの当面この新庄とこれ下が中田翔のサインバットです。それぞれ直筆のサインバットですけど、はい、すごい、はい、でこれについてはあの志田さんが担当していただいて、うん、きちっとこういったものを作っていただいてですね、はい、要するに札幌西講演会のメンバーたちが、はいはい、川田さんのお宅に、はい、こう力を集結して、はい、そうですね、はい、今ね本当に思ったんですけどね、ファイターズ、ね、のそのファンとして、はい、うん、ここまで集めている人はいないと私はもう思っておりますし、はい、多分世界一じゃないかなと思います。あのその大きさとかね、種類とかはいろいろ皆さんありますでしょうけども、ファイターズ、日本ハムファイターズですね、はい、北海道日本ハムファイターズに関しては多分川田さんね、日本一、はい、まあ、あの日本一の、コレクターというか、それもこんな風にこう皆さんに見せていただく、はい、もう感動しております、はい、もうぜひ新井さん、武田、現在は武田社長なんですけど、社長もここに引っ張りお呼びしまして、引っ張りお呼びってのおかしいけど、はい、ぜひ本当にここのところを見ていただきたいと私は強く思ってますので、はい、あの結局ですね、はい、当初は私個人で始めたファイターズルームからスタートしましたけど、はい、もうある程度もう今年で4シーズン目になりまして、はい、でもう私個人の限界を超えたんですね。でこういった展示ものもいろんな方からたくさんいろんなものをいただくようになりまして、でそれをきちんと展示する能力を私の能力を超えましてでこの状態だともう本当にせっかく例えばこの新庄のサイン入りバットだとか中田翔のサインバットだとかもう大事なものをですねいただいても、それを活かせるあのポジションにきちんとやらなきゃいけないと、そう思いまして、でリニューアルをこうお持たせしましたよね。はい、で皆さんにお伺いして、はい、そのためにはまあ私の個人の力ではどうにもなりませんので、やっぱり西講演会の仲間にですね、はい、声かけて協力していただいたという形ですね。はい、であの後ででは皆さんをご紹介したいんですけれども、はい、その前にこのヒストリールームに、はい、もういろいろ飾ってますよね。こう写真はこれ川田さんのこう、ね、自分で撮った写真ですが、はい、もう本当にプロ顔負けの、はい、いつも思うんですが写真を撮っていただいて、はい、それであのいただいたポスターとか、あのそのいろんなグッズを、あのいろんなピンバッジもそうなんですけどね、はい、もうものすごいもう
ピンバッジはですね、すごいですよね、あれね。今ピンバッジは展示しているものだけです、あの1275ですね。すごい。あの展示もう1週間くらい前に真面目に数えたんです。で1275ありまして、はい、でこの他に800個近く、はい、あのダブってるピンバッジを、はい、いろんな方から寄せられましたので、はい、ありますので、はい、これを媒体にしてあのピンバッジでもって絵文字でですね、うん、何かその BB だとかキャラクターだとかですね、はい、あるいは西講演会とかそういうものを一枚の布で、作り上げようかなという今構想でおりまして、あ、ね、もうあの講演会 あの皆さんで今検討中なんですよ。あ、そうですね、はい、でその話も後でちょっとお聞きしたいと思います、はい、であのポスターもいつもファイターズから送られてくるものとか、はい、私がいただいたものとかもそうですが、はい、その飾るにあたって本当にちょっと見違えるように正直なところね、はいはい、やっぱりこれは一人ではなくてたくさんの知恵と力が、はいね、はい、あのこう集まってできたこの部屋だと思ってよろしいんですよね、はい、もうその通りです、はい、なんかあのそのうちにあの屋根の上にファイターズの絵をかかもう私一人の、でも個人の力じゃとってもじゃないけどですね、こんな形でですね、完成させることはできませんでしたね。もう素晴らしいですね。はい、いや本当にあの今札幌西講演会は、はい、公式講演た、こ、あ、応援団として、はい、ファイターズからこう認定状をいただいていて、はい、実はあの私の方のお店に飾ってるんですけどね、はい、そこではなくて、もう本当に今度は川田さんのところの玄関先に貼っておきたいと思います。一応副会長なので、これはあの持ってきますので、はい、ぜひあのそうしましょう。はい、で私もあのだんだんあの自分もそうなんですが、やはりどこかに集約しないとあれなんですけど、よろしくお願いしますね、はいはい、本当にファイターズ。はい、あの本当にね、今年は残念な結果に終わりましたが、はい、もうみんな監督なのでケンケンガクガク、ああでもないこうでもないと先ほどまで下の方で宴会をしてたんですね。はい、はい、それも含めて、はい、ちょっとお話を、はい、インタビュー含めながら、はい、このファイターズの、こう集大成である、はい、いろんなものを集めている川田さんね、あのファイターズルームと書いてありますが、はい、ファイターズ資料館、ファイターズ記念会になっちゃ困るんだから、うん、ファイターズ資料館です ね、もうそれに公式認定なんか欲しいなと思うぐらいあります、はい、本当にそう思います。ですから、新井さん本当に早く来てくださいということで、あのまずはだいぶ以前とイメージ変えました、違いました、もうびっくりしました、もう全部一旦ですね、9月の5日に講演会の皆さんの協力をいただいてですね、全部取り外して、でもう最初からゼロの状態から、ね、あの積み重ねて、展示をしましたので、栗山監督の、はい、栗の木ファームにも負けないぐらいの資料館になってると思いますので、あの本当に、ぜひぜひいろんなところで昔は取り上げられましたけど、再度また皆さんいろんな方が訪れてね、いろんなファイターズの応援に来てくださればいいと思います、で頑張りましょう。ではこれからのことはいろんなこう話の声だけ聞こえて写真が入るような、はい、そんな作りになると思いますが、はい、たくさん私方が裏でガヤガヤ喋っている中で写真をいっぱい取り入れて、はい、どんどん皆様見てくれいただければと思います。よろしくお願いします、はい、こんにちは、みちるのお世話様、はい、こんにちは。今日はですね、みちるのお世話様、川田さんのファイターズ資料館の取材に来てるんですが、さっきいろいろ見せていただいた時に、札幌西講演会の我が有志たちがいろいろ川田さんに力を貸してくれて、もう本当にびっくりしました。素晴らしい資料館になっていて、ちょっと感動ものです。それで今日はその主たるね、主にもう力を貸してくれたメンバーが、ここに揃っておりますので、川田さんちょっとご紹介、はい、はい、それでは紹介させていただきます。まずは田中久子さん、それから新岡清江さん、志田志田さん、志田の名前が思い出せない、酔っ払ってます、はい、はい、すいません、いえ、とんでもない、はい、本当にね、今回本当に再リニューアルということで、うん、今日またお尋ねしたんですけども、本当に皆さんのこうそれぞれの持っている何ですか、特技をね、川田さんやっぱりね、はい、1本の矢は折れるけど3本の矢は折れない、4人になると何人折れない、はい、そしてこうみんな映ってはいない周りにいる札幌西講演会のメンバーがまた刺さるとみんな元気になると、はい、そういうような、
ファイターズの集まりになってますね。はい、ね、札幌西公園会よかったね。実際私一人ではですね、もうどうにも お手上げの状態だったのをですね、やはりそれぞれのこちらの3人の方がですね、それぞれのやはり特性を生かしてですね、協力していただいて、まあ、本当に素晴らしいものに出来上がったなと、本当に感謝しております。はい、ありがとうございます。本当に先ほどもちょっと話したんですが、ぜひ武田社長に見に来てほしいと、はい、で公式資料館見たくしてもらったら嬉しいなという野望を抱いておりますので、ダメ元ですからまずは言ってみますね。はい、本当に皆さん公式資料館なんて言ったら笑われますけども、一応応援団の中で公式応援団ですから、札幌西公演会、はい、その中の公式資料館ということで、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。どうでしょう、田中さん、今回このお手伝いしてて、うん、そうですね、一番最初にどうやこのこっちとこっちの部屋をやりたいって言われて、どうやってやろうかって、だもう全部をもう出すしかないみたいな感じで、全部荷物を廊下に出して、そこから始めて、それで今現在できた時にね、一応はもう自分たちの好きなようにやって、あとは川田さんの好きなようにどけてっていう形でこうはめ込み好きにやってったんだけど、やっぱり私たちもだん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 家帰ってから、あそこはああした方がいいよねとかなんかやっぱり今日できるまでなんかもうやっぱり 寝れない夢にまで出てくるようなそんな感じだったけど、こうやって今日もみんなで見てもらって、すごくなんかみんな感動したって言われたことがね、すごく嬉しい、やった甲斐があったかなって思いました。素晴らしい。新岡さんどうですか？ね、私はとにかくこういうなんていうんですか、いろいろすることが大好きなんですよね。うん、それですごく楽しくできたっていうんですか。うん、それでなんか自分のこう提案したことも川田さんが受け入れてくれて、それでなんかちょっといろいろ足しながらできて、なんか自分も満足したものができて本当に良かったと思います。素晴らしい、です本当に素敵でした。うん、ね、で志田さん、はい、新庄さんと中田君のバットを飾っている特製枠はあれはですね、何回か川田さんとね相談して車庫で1回作ったんですけど、もういやちょっとまずいなって言って2回か3回ぐらいやり直して、ほんで初めて、うん、ね、みんな正直ボランティアですよね。いいですね。ファイターズから一銭もいただいてないんですけどねそれでもな本当重いから、もういや素晴らしかったです、うん、感動しました。私小島武史さんとちょっと知り合いなので、いろんなご縁でいろんなものをバットだとかユニフォームだとか、プレミアものですね、レアものっていうんですか、他ではないものをいただいたりするので、それを全て川田さんのところに持ってきて、それが本当に生かされていてくださってて、もう嬉しかったのと、それから、本当にね、いや本当に感激しました。もう言葉よりもね、もう多分この私の道のお世話様のこのファイターズルーム探検は写真だらけになると思いますが、もう本当に1枚ずつゆっくり見ていただけるような写真をぜひこう提供して、もう皆さんがここにぜひ来たいと、ね、ちょっと泥棒入られたらまずいからちょっと気をつけてくれるんだけど、いや本当にね、警備会社置いてもいいぐらいに本当にいいものもあります。いいものっていうか、そのね、ファンにとってはレアものがありますし、それからなんて言うんでしょうね、ワクワクするような漢字ワクワク、本当にファイターズが本当に好きな人だけが知ってるとかいうよりも、うん、その野球とかそのいろんなこういう資料を集めている人のなんかお手本になるような感じがして、やはり個人でやるのって限界があるって先ほどね加田さんがおっしゃったんだけど、うん、はい、その資料館を個人ではなくて、かといって公的なものではないのだけれども、みんなで仲間で作るというこの試み、うん、ちょっと私すごくこう新鮮に感じたので、もうぜひこれはもう強く放送したい、ね、大きなポイントですね。大きなポイントですね。はい、やはりいろんな意味で一人でできないことをみんなで集まるとできる。それでその公の力をね借りるとかそういうものよりも、うん、ここまでできるんだなっていう部分と、
ね、それがね、なんかすごく嬉しいし、でまたそれを見て感動するメンバーがいるから加藤さんやりがいあるよね。そうですね、そうですね、はい、皆さんね、やっぱりわーすごいって言ってくれるのが一番嬉しいことですもんね、うん、だからいや本当にね、もう私はただただありがとうございますしか言えなくて、もう本当に、うん、あのちょっと感動もので、あの喋り込めないんですけど皆さんこの4人が作りました。そして周りのみんなもね、ピンバッジをみんな持ってきたり ね、うん、ね、野球ボールを持って、ね、本当にたくさんのメンバー、はい、あの浜那須ね、あの浜那須ファイターズのね、あの副会長からもね、野球のボールもらったりね、うん、あの本当にいろんなこともらったり、はい、いろんなことしたり、もういろんな方のご協力があってできた川田資料館ですよね、はい、ね、それを本当にあのファイターズを応援している人方が、一つ一つの思いがこう形になった、川田資料館にぜひ皆様、あの土日だとちゃんとあのアポを取って、はい、予約をしていただけるとご覧になれますのでその点を含めて皆様、あの足を運んでいただければと、はい、それからまた本当に、ね、こういう集まり、うん、今日、ね、いいじゃないですかね、うん、たまに年に1回川田宅で資料館パーティーみたいなのとか、いいですか川田さんが、はい、って決めましたけど大歓迎なんかそんなのでね、うん、するのがとてもいいと思うので、はい、ね、そうだよね、新井さんとか稲葉さんとか社長とかここで酒交わしてくれたら嬉しいね、うん、そうですね、ね、はい、ぜひ本当にぜひ、はい、あの県野さん、うん、聞いてますかっていうよりも、うん、北海道野球連盟の県野さんもぜひ来たいとおっしゃってたんで、うん、もう引っ張ってこようと思いますので、はい、え、じゃあ男仲間に、私はあの男の格好してちょっと入りますが、はい、その中でこうなんていうんでしょう、集まったあの放送もできればなと思ってます、うん、ですから皆さん本当に、ますますご協力していただいて、来年もファイターズ、はい、今年は残念でしたが、そうですね、はい、ね、うん、残念でしたが、来年こそは優勝というのをもちろん掲げて、はい、そしてどうなることやら若いメンバーね、もう孫のような世代たちがどんどん出てきましたので、それを含めて応援していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします、はいはい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。